別にそんなことないよね。それは富永さんが疲れたらということで、え、終わりの時間は富永さんが考えて、あの8月13日の、あ、告知、はい、はい、23時から国抜き王国やるんで、ぜひ富にも応援しに来てください。はい、コメントで待ってますから。あのニコ生ね、ニコ生です。あのあれ毎回入れません。え、あ、入れる、公式だから。俺の番組じゃないから。あ、そうなんだ。公式は誰だ。あ、マジで。あ、じゃあやるわ、ぜひ。本物来たよ。アットマークよだれでやります。いやでもそれみんなやるから分かりづらいから、うん、なんかここだけで分かる、なんかここだけで分かるサインで、富永いますねっていうので、どうしよう、なんて言えば俺って分かりますか。で、あのネット対戦とかも多分募集とかそういう企画もあるんで、富永さん、もしかしてそこら辺で。それ XBOX ですか。それは秘密ですけど、まあ、ワンチャン。え、ワンチャン秘密。うん、ちょ、はい、それでは富永さんの方にお願いしたいと思います。マジか、そんなイベントがあったんだ、知らなかった。これあっとダブル引き上げで、やめて。これはヘボリュー強いじゃん。あー、あれ本当だ、マジでトクラいなくなった。トクラとヌキさんたちもいないのか。飯食いに行ったのか。ああっ、妹はよくわかんないです、よだれ系なのかは。アットトミーコア、あー、あ、アットレミーユーリかな。アットレミーユーリで頑張ろうかな。そう、トクちゃんの就職祝いで今みんな飯食いに行ったのかな。飯も干された、置いてかれた、食べられた。なんかマイク持っていいよって言われたら、やっぱり裏がありましたわ。アットルグレ先端、わかんない、干された。なんで誘われてないのかわからない。手よくはぶられた。いいよいいよ、マイク持ってていいよっつって。友達がいない。友達、俺は友達だと思っていた人はいっぱいいる。みんないなくなった。あっと吉野節句、あっと吉野節句は俺じゃないからな、どうなんだろう。やめて、友達の話はやめて。これこれ黒田さんの言うんとやったことねえんだよな、あんまり。やりてえな。あーつ、今日は割と人今いるんだけどな。あー、みんないなくなっちゃった。次空いたら乱入しに行こうかな。干され気味、そうだね、干され気味だったら突撃しよう。まだまだみんなね、あれだから、やりたいだろうから。うん、多分みんな飯食いに行きましたね、多分ね。1ゲームの重さですよ、これが。どっちが干されるか、多分俺の方が干されるんじゃないかな。そうだ、今日は飲もう。ここで飲み出したらさすがにリアルデキンになりそうなんで、やばい。
強すぎる、うまい。あ、うめえ。お、うまい。お、すごいな、ヘボリ。すげえ。逃げ方がうまいもん。おお、やる。これは、これはマヨンさん、マヨンさんなのかな。マヨンさんのあれが、アドバイスが入りましたね、ヘボリさんに。大撃見てから昇竜とかの方がいいです。攻撃の結果は散々でしたね。攻撃の結果は大会前にお酒飲んだらやっぱダメですかね。おー、やる。あれワンチャン昇竜が入ってたら今勝ってたのか。うお、惜しい。ヘボリやるの。そうだよね、勝利だよね。そうなんですよ、またダブル吹き上げ失敗しちゃった。スライド吹き上げは成功してたんですけど、前ダッシュ逆入力吹き上げがなんかチェストに化けちゃって、割り、お三人に最速で割りっつった。でバナオが最速で、お前何しに来たんだよっつって、それしかねえじゃねえかよ、カスって言われた。バナオが最速で来ましたね。おー、つー、ジローさん、そうそう、ホサギね、なんかホサギもね、若干飲んでたからね、俺らと。どんぐらい飲んだかな。ホサニーは1杯2杯ぐらいで、俺がなんかあの辺のコップで4杯5杯ぐらい。でも結局あんまりみんな酔っ払ってなかったでしょ、バンだけ熱いから。エバラさんは飲んでなかったね。うん、1杯ぐらいしか。多分実際トーナメントが始まって酔っ払ってる人間一人もいなかったでしょ。午前中みんな飲んでたけど、まあ、強いて言うなら俺かな。これジローさんですね。ベロンベロン、アイクさんのツイッター見た。ベロンベロンだった。いや、あれね、なんかね、飲まないとやってらんないっていうか、すげえ飲みたくなるんだよね。楽しい雰囲気がすげえ楽しくて、まあ、午前中は楽しかったね、ほんと楽しかったね、うん、超飲みたくなるんだよな、あれ。いやー、でもね、結構みんないっぱい飲んでたけど、でもやっぱり始まればちゃんとみんなちゃんと普通の動きにしてたし、 やったね、うん、やね、さすがだと思うとよ、あれは。あの日めちゃめちゃ暑かったですよ、うんうん、あまりにも楽しくて、俺とケンゾーさんとボスさんでドッジボールしましたから、ね、ボール落としたら酒を溺れて、酒飲んでボールかわしたら酒飲んでどっちもかい、めちゃめちゃ面白かった。もうね、ほとんど午前中はねピクニックでしたよね、みんなね、サード、そうだね、サードプレイヤー全員で、そんな感じだった、ね、うん、レジャーシートとかもう本当に引いて やってたもんね。みんなはしゃいでましたもんね。誰だけバッと持ってきたの。あ、俺、多分俺ら、アッチと檜山とヘボリューで、そうそう、俺らドンキ行って、ドッジボールも面白いんだよ、ね、東西線ドッジボールやろうって言ったんだよね。俺とシーマで最初トスやって、わかんない、それは聞いてない。え、嘘。そんな話もしてない。したよ。だから最初のトスあるでしょ、さすがに最初のトスは俺とシーマでやろうって、さすがに身長俺が勝つだろうって。いやー、そうだったのか。
そんな話もあったんだ。あったあった。どっちボール東西戦やろうかという話だった。あ、いやでもあのドッジボールがね面白かったんだよな。ちゃんと相手に球を届けなきゃいけない。それでなんかこう手前に落ちたらダメなんだよね。ちゃんとお前球投げろよみたいな、はい、そしたらやっぱサード勢だよね俺ら。手前落ち雷撃はダメだろって。雷撃でもなんでもない、球が手前に落ちただけなのに手前落ち雷撃じゃねえかって。そんなんドッジボールねえぞって。マジ面白かった。面白かった。そうそう、力兄もねバット振り回してたね、はい、カラーバット。また似合うこと似合うこと。なんか誰かぶったたかれてたな。誰だ。ね、誰だっけ、エバラ君と力丸君にボコボコにされてた誰だっけ。わかんない。アツシだっけ。あ、でも他のゲームも見てましたよ。イカのゲーム面白かったね。俺ペルソナ見てた。ああ、俺マブカム見た。マブカム超面白かった。あ、ほんと。うん、ジェンガとか野球やってたんだ他の。いやー、ジャスティンすごかった。ジャスティンが強かったね。ほんとにあれはすごかった。ヤゴ、ね、ヤックン、ヤックン聞いて、ヤックン聞いて、あのさ、東西戦の順番強すぎるわ。あ、いや、ほんとは最初、レミーっていう形にしただけだった。あ、そうなんだ。あの、タイムリーな話題じゃん。タイムリーな話題。それか、早く終わる可能性がある時間的にね。あ、どっちからったんだ。いやでもヤックン強えな。ネキさん倒した。出た、黒田のユン。俺マジ最強だから気をつけた方がいい。これあれですね、ユン使い。ちょっとあれですね、録画ボタンの準備を。いや俺はもう持ってるから。え、あ、もう持ってるんだ。ヤックンパクったんでしょ。しんちゃんがスイッチをしてそれを持って帰ったんでしょ。ヤゴ情報公開しろ。持ってんだろ、さっさと公開しろ。上からなんだよ。なんで、違う、みんなヤックンさん、みんなヤックンさんってお願いするんだ。みんなでヤックンさん DVD 打つ。お願いします。俺も見たいんだけど、それだって抜きさんの剣とさ、あれでしょ、黒田言うんでしょ。ヤックンさんお願いします。いや、みんなさ、え、こんな素直なんだよ。え、めっちゃ素直で。みんな友達になりたいんだよ。うん、ね、ほらみんな、ほらヤックンさんお願いしますって言ってんの。さかなクンさんみたいな感じで。ああ、それかワンチャン森兄とかに お願いするわ。森兄とか、おいおい出てきますか。じゃあ交互期待ですね、皆さん。え、だんだん辛くなってヤクさん、はよって。え、なんでそんな見たいんですか。ユンケン使いなんですか、みんな。あれはただ本当にまだ話はみんな聞いたことあるけど、実物はこう見たことない人いっぱいじゃないですか。ぶっちゃけそんな内容でもない。そんな内容でもない。え、はい、あ、そうなの。はい、いやでもあれだよ、ちょっとハードルが上がってるのかな。じゃあちょっと謎すぎて、謎データすぎて。あ、そうだから見てがっかりする方のが多いと思うわ。え、そうなの。うん、あ、別にユンケンだな。嘘、マジで。ただのユンケンだなって。ただのユンとケンが対戦してる動画。いや違います、俺が。いや違います。数えたら5分でしたよ、確か。5分ってた。
30本ぐらいかな。完全なる五分。じゃあここあれですね、公開していきましょうよ、秘蔵 VTR。 うめえ、やっぱ黒だ。秘蔵 VTR やるぜ、秘蔵 VTR。 いつまでね、地上戦やるんだよ、言うのくせに。え、やんないの。そう、これさ、うん、ユンのゲージってさ、ゲージ与えてる間って相手のため、あのゲージたまんないの知ってる。ああ、そうだね、そうそう、SA 中だからね。だから、ずっとさ、ゲージをためさせないで、なおかつダメージを取れると思う。だから本当ゲージの回転が、もう勝利を結ぶ。現役人の回転率ってそうなんだよね。でもやっぱ強えな、やっぱ。いや強いでしょ。お前強えな。お前強えわ。さすがな。ヤゴクロは？ヤゴクロ。そうだがニヤッとしました。強えなっつったらニヤッ。え、な、笑ってる場合かよって。え、まずいっすか。いやだってだって、うまいって言うのはうまいって、あれ認めないとダメですよ。ヤックンは俺のことカスって言ってましたからね。言ってねえし。やっぱ黒だって言ったろ、あれなんであんな、あんな手つきであんなってことやってんの。おかしい。ああ、4段4段いっちゃうよ。ああ、しっかり3段にする。マジか。状況の判断も早いな。ヤック、今回のチームどうだったんですか。あー、これネタバレになっちゃうから、まずいんじゃない。ネタバレ、あ、てか僕ネタバレか。ヤックどうだったんだっけ。あ、みんな知ってるよ。あ、そうなんだ。どうだったって言う。チームは良かった。あ、いやー、もう梅子、ちょっと経験が足りない。マジか。4段にしようとするんだけど。うめえな。すごいね、この。いやー、MOV が強かったっすね、マジで。まあ、優勝チームに負けたから、まあ、しゃあないよ。ヤックに勝ったところ優勝してから。ヤックさんの使い方が間違ってますけど、まあ、黒だ、マジこいつうめえな。最強や。いいじゃないですか、黒だ。黒田のユンなんてみんなあんま結構レアですよ。レアです。わー、これ終わった。あそこでやっぱちゃんと発動するんですね、甘えないで。いや、黒田、ちょっと黒田は俺にもう勉強しろ、俺のユンを見て勉強しろって言ってくれてるんですよ。あ、そうなの。そうそう、本当にだからやってくれてる。あ、そうなんだ、はい、え、マジで黒田先生ですか。すごいよ。はい、そうだよ、そうだよ、俺の言うんで新世界を。マジかこいつ。おわ、ブロが、ブロが気持ちよさそうなんだけど。気持ちよさそう、気持ちよさそう。ああ、ブロッキングが
ブロッキングが入ってますね。あ、黒田こっち見てニヤーっとしました。マイクが壊れた。マイクが壊れたよ。いや、カメラにやっちゃったらあれですよ、黒田笑わないですよ。うめえよこいつ。やっぱこっち強えなやるわ。いやー、なめプラと思うじゃないですか。おお、強すでしょ。終わったー。これ投げなのにちょっとたまるんですよね。これ投げでもちょっとたまるんだよ。普通に忙しくて来れません。これは中村ラットリーですね。次はマイクテスト、マイクテスト。ただいまマイクのテスト中です。聞こえますか？まあ、一部キャラにはですね、あ、聞こえます。あれ、一部キャラにはですね、モンキーフリップやって投げの動きがでかすぎてユンが先に動けるっていう状況があって、確かエレナかな、モンキーフリップやって弱二章ってやれば弱二章と投げの分ダメージ、ゲージが溜まるという。あー、うまいな。あ、本当剣みたいな感じでできるんですよ。ユウもエレナかな、はい、エレナとかオロとか浮きがでかい。そう、剣の地獄グループ。技が発生しないとゲージがたまらないっていうシステムですからね、これ確か。うわー、こいつ早いな、反応。ハハ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 ハ。皆さん、スムーンさんです。今横にいるのは、せっかくなんで和歌山から、スムーンです。いやー、登場の仕方もまた綺麗な感じですね。いや来ちゃいましたね。ついにこのサードのステージにみんな見てますよ。みんなスムーンさんのことみんな見てます。マジですか。あたす。ほらほら。あざす。これします。完全に身内な人がいるんですよ。これ大丈夫ですか。誰？
それね、似てるよね、でもね。俺、あんなに大きくないから、残念ながら。そういう話じゃなくて。これね、でも今日初めてね、はい、来させてもらったんですけど、はい、これ楽しいですね。いやー、みんな、これ、見てください。すごい。これやばいね、これ。どういうことなの？もうね、虎の穴みたいな。収容所ですよ、収容所。それがね、もう、まあ、黙々とやってますからね。え？文も言わさず黙々とやってますから、皆さん。まあね、やってますね。すごいね。そして、負けたら両替に行くと。そうそうそう。ね、まあ、今日はちょっと東大戦に出て、はい、一つちょっと思ったことがあったんですけど、はい、これだけちょっと言いたいなと思って。あ、なんでしょう。どうぞ。役に聞いてもらおうかなと。はい。東大戦。はい。これまあ、いわゆるその合コンに例えるとですね、合コンの後のカラオケみたいな感じかなっていう、ね、がちょっとそんな心象を受けましたね。でね、まあ、なんでしょうね、まあ、男子と女子と、まあ、チームで、まあ、ある程度分かれるじゃないですか。はい、そうですね。で、まあ、強キャラって言われるところが、まあ、ジャニーズ系であったりとか、なるほど、まあ、チュンリーはまあ EXILE かなみたいな、なるほど、感じで、で、ビーズで決めようと思ったら、またビーズかぶせてきて、こう、同キャラ性みたいなんで、もうすぐにこう、どっち強いみたいな、やりたがるみたいなんで、かぶせんなやみたいな。そういうんがね、まあ、要するに必死ってことですよね。そうそうそう、そういうで、まあ、いわゆるその弱キャラ、はい、弱キャラと呼ばれる、まあ、キャラクターですね、はい、そのカラオケで例えるとアニソン。アニソンですよね。なるほど。そうそう、アニソン歌うかみたいな。なるほど。けどそれで強キャラがそのアニメたまたま好きでハマったら勝てるワンチャンあるんで、そういう意味でアニソンはまあ一応夢があるんですけど。なるほど。それは繋がり方すごいですね。ただ洋楽はショーンなんでやめといた方がいいかなっていう。ちょっと乗れやんなみたいな。そこら辺の立ち回りも、そうそうそう、そういうね、洋楽ちょっと、うん、今日のまあ、バーダーさんの東大戦に出させてもらっての感想ですね、一番の。いやー、それはこれ動画残るの方がね、はい、まあ、これもしっかりこれダメじゃないですよ、ダメじゃないですけど、なかなかちょっと難しいかなっていう。別にでも小使いってことですか、逆に。そうやね。いやー、俺小使いは本当、はい、まあね、ね、この間の KO さんのショーンってあったとかね、はい、ね、孫さんのショーンであったりとか、まあ、ああいうところで盛り上がるところあるんですけど、まあ、一般的にはちょっと厳しいよねっていう、うん、さんのありがたい例え、いや、これいろいろあるんですよ、実はスムーンさんって例えはこればっかりじゃないんですよ。もうつい最近だと、もうあれですよね、ガチャポン戦記のやつが熱かったんですよね。ガチャポン戦記ね、あれ熱いっしょ。熱かったでしょ。あれはね、まあ、あれね、結構シリーズ化されてるんですけど、やっぱ2が2の完成度が高い。あれやばいですね、うん、やっぱり分かってらっしゃる、あれ本当分かってるランク付けでした。あ、そうですか、ありがとうございます。本当嬉しかったです。いやー、いるもんだなと思って。でもね、そうだけど、あれをその周りに言っても誰も理解されないんですよ。まあそうですよね、ゲーム自体をやってる世代が、ね、ファミコン の、はい、カプセル戦記2っていうね、シミュレーション要素ありながらもバトルありみたいなゲームがね、昔、まあ、あったんですけども、それのキャラクターランキングを僕日記で上げたんですけど、それを見たヤック君の今の感想と。いや、そうなんですよ、いうところですよね。本当はクイーンマンサーがチュンリーなんですよ。クイーンマンサーはね、完全チュンリーですね。完全チュンリーですね。チュンリーですね。
ね、あれはもうチュンリですね。ハイメガ入試法がもう血は消欲みたいな。そう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 一発狙ったね。もうとんでもないことだし、はい、うん。いやいやいや、あれなんですよ。なんかこの枠って、この今ノギアやってる枠って、はい、基本がなんか好きかって喋ってるんですよ。あ、そうなんですか。はい。いやなんかね、こういうサードの聖地で僕みたいなのが、はい、こうわけのわからん話してしまったら、出禁になるんじゃないかなっていう、いやいやいや、まあちょっと怯えてたんですけど。なんか皆さん、スムーさんに聞きたいこととかないんですか。あ、僕に聞きたいこと、まあね、僕女の子だったらね、いろいろ質問よ、ね、よかったんですけど、男の野郎にかかってきますよ、そしたら。何でも言いますよ、僕は。なんかあれば、もしかしたら和歌山勢が見てて、はい、来る可能性だって全然ありえますから、ね、ああ油断してると。はい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 、なるほどね。まあ、差し返すし、ああ、そうね、やばいね。やべえな、黒田さっきから。好きな男性のタイプ。ああ。他のレミ使いの評価とか。ああ。他のレミ使いね。ああ。いやでもみんな強いですよね。いやもう。あのね、だからこのピエロがとんでもないことしたんで、僕ね言い訳できなくなったんですよ。確かに。言い訳するためにレミ使ってたのに、キャラが弱いって言えやんくなってしまったから。やめろよみたいな。確かに。まあ冗談でしょ。でもすごいですよね。あれはすごかったです。ほんまそう。もうやっぱね。やばい。そうだ、あれ4段で、あれむずくない、あの誠にやんの。やるわ。誠にやんの超むずいんだよ。って言いながらも。これやばいな、この質問。いや、デフォレス。いやバナオと兄とかね、一生煽り合いながら付き合ってますけど、これ黒田さんすごいっすね。いやマジですごい、強すぎるやろ。あ、あ、いやマジで面白かったのが、黒田が富永と対戦して、うん、富永って名前分かんなくて、うん、ダブル吹き上げおじさんって呼んでたんですよ。相当面白かった。いやでもね、あのね、なんとかおじさん系は面白いですね。面白いですね。僕はあのソニックおじさんって言われてるんで。いやー黒田、あ、ここに来て散る。え、今見てなかった。触れに行き過ぎたな。そう、いやー楽しそうに。